険者協会に加わってからしばらく経ちましたが、冒険者としての活動は順調ですか？そうですね。自身の実力はもちろんのこと、頼もしい仲間も冒険者の活動には必要不可欠ですものね。仲間が増えれば冒険もそれだけ有利に進むことでしょう。しかし頼もしい仲間というのはそう簡単に集められるものではありません。そうだな、オイラほど頼もしい仲間はそう簡単にいないもんな。ですが実は耳寄りな情報がありまして、お役に立てるかは分かりませんが、記録を見てみますので少々お待ちを。あ、ありました。最近モンド城にやってきた異邦人、あなたと同じ金色の髪をしているのですが、あまり見慣れない服装をしています。金色の髪、珍しい服装をした異邦人、どこかで聞いたような。ちょっと待てよ、まさかその異邦人の顔、こいつと似てなかったか？え？栄誉騎士さんにですか？だいぶ違っていましたよ。背の高い男の人で、眼帯かマスクのようなものをしていました。おいおい、ガイアと何の関係があるんだ？眼帯は血のつながりと関係ないだろう。その人物とガイアさんの関係は分かりませんが、教会の誘いを断ったことだけは確かです。もし興味がありましたら探してみてはいかがでしょう。もしかしたらあなたの依頼なら受けてくださるかもしれません。何せ教会には束縛されたくない冒険者の方もいらっしゃいますので。それにあの方がもし相当の実力者でしたら、間違いなくあなたの冒険の手助けになることでしょう。自信を持ってください。あなたはセピロス騎士団の栄誉騎士なんですよ。あなたが今まで成してきた偉業は多くの吟遊詩人に歌われています。そうですね、彼の情報ならロレンスさんに聞いてみてください。城門を守る騎士ですので、その人物のことを詳しく知っているかもしれません。幸運を祈ります、冒険者さん。おや、栄誉騎士、何か用かな？マスクをつけていて
服装が珍しい金髪の人物？ああ、印象的だったから覚えてるよ。最初、モンド城の外をうろうろしてたんだ。見た目が怪しかったから目を離さずに監視してたよ。でもすぐに見失ってしまってね。まああまり事件性も感じなかったから偵察騎士には連絡せずにいたんだ。見た目が怪しいだけの人物にこのモンドが危機にさらされることはないだろうからさ。なんたって神団長がいるんだから。でも神団長ならもっと用心深く対応してたと思うぞ。確かに。でもこんなことで神団長の心労を増やしてしまうくらいなら教えない方がいいんじゃないか。そうだ、その人物がワーグナーの鍛冶屋にいたのを見た人がいる。何を話してたかまではわからないが、ワーグナーに聞いてみたら何か情報がつかめるかもしれないよ。なんだ、何か用か。確か鍛造に使う材料を買うために何日か前にここへ来たな。だがあいつが言った材料は俺の知らないものばかりだった。店にある剣を少し見た後すぐに行っちまったよ。だが、あとエンジェルズシェアでよく酒を飲むとか聞いたな。あいつの行方が知りたいならそこに行くのが一番可能性が高いと思うぜ。エンジェルズシェア？それならディルックの旦那もその人物のことを知ってるかもしれないな。よし、とりあえずエンジェルズシェアに行ってみよう。ブドウジュースとアップルサイダー、どっちがいい？チャールズ、マスクをつけた金髪の人を見たことあるか？ああ、その人物なら知ってるぞ。毎晩ここに来て酒を飲んでる。しかも注文した酒を自分でブレンドしたりしてな。詳しいことは知らないが、酒の選び方や手際の良さから相当品位のある人だというのはわかる。じゃあディルックの旦那は何か言ってたか？そのお酒から品位があると見抜いたのはまさにディルック様の考えなのさ。さすがディルックの旦那、どうやらもう目をつけてたみたいだな。あの方に用があるのならここで待つといい。ちょうど昨日酒を予約していったから今日も来るはずだ。1階は客も多くてうるさいだろう。待つなら2階にしておくといい。
なんでだよ、シェフ。もういっぱい。いらっしゃいませ。予約していたお酒はもう準備してありますよ。本当に来たな。早く下に行こう。狩猟はまだまだだ。完全に無視してる。旅人。旅の目的は。悪くない理由だ。迎えに座るがいい。これって成功したのか？不思議な人だな。その小さいのは？誰かと一緒に旅をするのも悪くないだろう。俺の名はダインスレイブ。何か用か？いいだろう。あんなに冷たかったのにどうして？逆に不安になってきた。だが報酬は事前に払ってもらおう。500モラと3つの質問だ。500モラは一括払い、3つの質問はその後聞く。そうだ。それっぽっちの報酬で？ますます不安になってきたぞ。何か裏が。確かに受け取った。では3つの質問に答えてもらおう。質問の回答に間違いなど存在しない。あるのは態度の違いだけだ。貴様の選択が知りたい。好きに答えるがいい。一つ目の質問だ。モンド城の流災は貴様とウェンティと名乗る風神が解決した。では流災を終わらせた鍵は誰だと思う？俺は知るべきことを知っている。質問に答えてもらおう。
それが貴様の答えか。把握した。二つ目の質問だ。リー・ウェコを幾千年も守ってきたガン王帝君は、自身の神の心を用いて全ての契約を終わりにする契約を交わした。では神を失った今後のリーウェコーは誰が守る？それが貴様の答えか。把握した。最後の質問だ。この世界には神の目を持つ者と神の目を持たない者がいる。では神にとってどちらの方が重要だと思う？それが貴様の答えか。把握した。どうやら貴様は彼とは違うようだ。500モラは確かに受け取った。貴様がこの世界に対する認識も少しだけだが把握した。では約束通り依頼内容を言うがいい。と言ってもアビス教団に関する依頼しか引き受けないがな。俺は貴様と同じく旅をしている。貴様は家族のため、そして俺はアビスと戦うためだ。アビスに仕えるあれらの怪物はアビス教団がこの世界に振りまいた混乱の種だ。俺はアビスの使徒の痕跡を追ってモンドに来た。アビスの使徒？アビスの魔術師の統率者であり、アビスで特に歪んだ怪物の一種。ああ、そうだったな。流災の後はずっとリーユエにいて、ファデュイみたいな人間の悪の勢力と戦ってたから。人間じゃないアビス教団とは関わってなかったんだよな。おそらくそれも何か原因があるのだろう。あるいは誰かに命令され、わざと貴様たちと出会わないようにしていたのかもしれん。なんだか危なそうだぞ。オイラたちを狙ってるのか？うん、オイラたち強いもんな。まったく、か
彼と同じ気迫だ。それなら俺たちも早速現地に行こう。俺が仕入れた情報によれば、アビス教団は再びセピロスの神殿に潜伏しているようだ。そこで落ち合おう。貴様のアビスに対する疑惑、そこでなら答えが出るかもしれん。星と深淵を目指人のいないこの神殿だが、アビスの痕跡が確かに残っている。セピュロス、風を操り空を飛ぶ。それは同時に神々の光による支配を意味する。何でもない、中に入ろう。アビスの気配が強くなってきた。もうそう遠くはない。アビスの使徒、どんなやつだろう。アビスの魔術師と同じ感じなのかな。先に進もう。あの怪物を見つけたら説明する必要もなくなる。元元、あれもの、妖豆、立ち去れ。我が命を聞きたまえ。雨のような、消えるんだ。さあ
票。我が命を聞きたまえ。はっ。お嬢様が倒れたらこの私が剣を入れよ。妖豆、立ち去れ。アビスの魔術師だけか。どうやらアビスの使徒はもうここを離れたようだ。アビス、混乱であり破滅である。歪みに狂った混沌と世界を蝕む元凶。神の眷属であったトワリンでさえアビスの力による侵食の前では無力であった。アビスの怪物の目的はただ一つ、それは神々が支配する世界を覆すこと。ダインはアビスのことよく知ってるな。俺とアビスには切っても切れない縁がある。
さあ、おしゃべりはここまでだ。放浪寮に向かおう。俺の調査では、あの老いぼれ狼の領土がアビス教団の現れたもう一つの場所だ。そこならアビスの使徒に会えるかもしれん。狼の群れに好かれなそうだから、早く行って落ち合おう。放浪寮の主、ボレアス。鋭利な牙と爪を持ちながらここに居座るだけとは。いや、俺は奴を知らないし、奴も俺を知らない。かつての仲間が知りたがっていたから、おのずと詳しくなったんだ。では、アビスの使徒がここにいるのか、確かめに行こう。どこから探せばいいんだ？もしかしてこのかがり火と何か関係が？
そうだ。その炎に漂っているのが、まさにアビスの呪文。あの教団のことだ。付近に何か残っているはず。周りを探してみろ。リビの近くの魔物、アビス教団に操られてるのか？ちょっと怖いけど、早くやっつけようぜ。暴飲厳禁。夜の権限。答えなさい。答えなす剣を入れよ。おとなしく捕まれ。これでよし。あのかがり火のところに行ってみよう。このかがり火、もしかしたらアビスと関係があるかもな。捜索は終わったか。俺もここら一帯で痕跡を少し見つけた。しかしそれは全てアビスの魔術師が残したもの。アビスの深いところにはまだ達していない。どうやらアビスの使徒ですらボレアスに歯向かうつもりはないらしい。ここを離れよう。あの老いぼれ狼が唯一誇れるものは
この領地に対する信念だけだからな。うーん、手がかりが途絶えたな。諦めるか？いや、最後にもう一つ行く場所がある。風流廃墟で待っている。飲んだわよ。はあ、流災で起きた出来事は知っている。貴様たちがここを訪れた時にはとうに風流廃墟と呼ばれるようになっていた。この地名も風流より廃墟の方がしっくりくる。俺の記憶ではこの廃墟とあの竜はほとんど関係がなかった。俺が初めて旧モンドの廃墟を見た時、トワリンはまだ落ちていなかった。無論こんな場所に来るゆえんもなかった。するな。この廃墟に封印されていた動向装置に覚えはあるか？アビス教団がこの廃墟にいるのなら、その装置に目をつけるだろう。動向装置があった場所に行って確かめてみろ。答えなさい。お嬢様の仰せのままに。
雨のような矢を。我が命を聞きたまえ。妖豆、立ち去れ。救急如立よ。我が命を聞きたまえ。牽引全票。百発百中。の使徒は見つからなかったな。残念というのは少し違う。あんな怪物会わないに越したことはない。しかしこれから先、貴様たちは間違いなく嫌が王でも奴らと出くわすことになる。確かにそんなに強い怪物なら、あっても逃げるのが一番だな。逃げることで旅の危険を回避できるなら、その方がいい。昔、あの旅人と共に旅をした時の経験だ。その旅人は今どこにいるんだ？彼はもう旅をしていない。旅は疲れるからな。そうだったのか。じゃあなんでダインはまだ一人で旅をしてるんだ？俺はまだやることがある。それが終わってから家に帰って休むつもりだ。帰る家があるのはいいことだな。オイラたちの旅は野宿ばっかりだぞ。お前の家族が見つかったら、オイラたちも家を探そうぜ。モンドには美味しい漁師トーストがあって、リーユエには万民堂がある。とりあえず美味しいもんがたくさん食べられるところがいいよな。いえ、旅の終点に到達してから後のことは考えるがいい。旅の途中はまず。気配？知り合いか、もしくは会ったことのある魔物か。どちらにせよ明確にした方がいい。あそこから崖の上に行けるはずだ。
ちも早くそこの雰囲気から上に行こうぜ。貴様が言っていた気配、まだ感じ取れるか。でもここは人も魔物もいないぞ。確かに何の異常もない。俺が以前来た時と何も変わっていない。前に旅をしていた時、旅仲間に連れられてここに来たことがある。へえ。じゃあさ、ダインが旅してきた中で一番好きな場所はどこだ？俺か？俺は覚えていない。あの旅ではただその旅仲間の付き添いをしていただけだからな。ん？遺跡守衛の足跡。ここにも遺跡守衛がうろついているのか。タンポポですら安らぎを得られぬとは。あるいはこのタンポポには貴様にしか感じ取れない何かがあるのかもしれん。貴様と関係のある出来事に巻き込まれた可能性がある。言ってることが雑然としすぎて全然わからないぞ。落ち着け。苦悩と不安は心をすり減らすだけだ。貴様の旅はまだ始まったばかりだろう。少なくとも彼がまだこの世界にいることが分かったんだ。今一番重要なのは彼を探す旅を続けること。その言葉、決して忘れるな。貴様の旅の意義として。旅の終点で家族に会えることを願っている。では俺はここで一旦別れよう。しばしの別れだ。心配するな。きっとまた会える。
500モラと3つの返事を受け取っているからな。そうね、彼らは目的のためなら何でもやるわ。七神、魔神、悪竜、これらに関する古き者どもですら彼らは平気で標的にする。それにしてもよりにもよってアビス教団を狙うだなんて。あら、旅人じゃない。あれ、なんでカーンが嵐姉さんのところにいるんだ。何か頼みたい依頼でもあるのか。こんにちは。今、宝刀団について話し合っていたんです。そうなの、見境のない宝刀団といえどもアビスに関わってはいけないことくらい分かってるはずなのに、あれは邪悪すぎるもの。ですが近頃モンドとリーユエ一帯にいる宝刀団の南と北を代表する二人の頭が手を組み、何やら大きな計画を練っているようなんです。宝刀団、南と北を代表する二人の頭？人呼んで南の長子と北の会長よ。ああ、会長はオイラも覚えてるぞ。確かモンドでアンバーと一緒に戦ったよな。でも南の長子って誰だ？そう、リーユエ一帯の宝刀団をまとめる人物よ。団員からは姉貴と呼ばれているわ。彼女の盗賊としての才はまさに盗みの神の恩恵を受けていると信じる人もいるほどでね。だから神の長子とも呼ばれてるそうよ。まあ
ただの噂だけど。とにかく宝刀団が過去に誰にも発掘されていない遺跡を発見したことと、その遺跡がアビス教団によって厳重に守られていることは事実です。とても危険なため普通は手を引くのですが、宝刀団は宝を手に入れることしか考えておらず、下っ端をおとりにアビス教団の戦力を分散し、精鋭を一人送り込んで宝を盗むといった計画を立てているようなのです。しかもその計画のためにわざわざフォンティーヌから姉貴と会長がとある大砲塔家を招いたらしいわ。大砲塔家？なんだかすごそうな肩書きだな。ええ、この筋では伝説の人物よ。宝刀団にとっての大宝刀家は冒険者たちにとっての大冒険者と同じくらい尊敬される立場にあるの。あなたたちもあのテイワット観光ガイドの作者を知ってるの？そう、大宝刀家は彼女と同じくらい尊敬される人物なの。だから南と北の宝刀団をまとめる二人の頭の力をもってしても彼を計画に招き入れるのは容易じゃなかったらしいわ。今のリーウェイは大きな変革を迎えている最中にあります。ですから総務士も戦艦軍も宝刀団の処理をする余裕がありません。しかし私の直感ではアビスと関わる者には未知なる脅威が潜んでいます。ですのでこうして冒険者協会へと依頼をしていたのです。ああ、その依頼、オイラたちが引き受けるぞ。本当ですか？ありがとうございます。やっぱり頼りになるわね。それじゃ、気をつけていってらっしゃい。依頼の細かな部分は教会に任せておいて。
姿勢、何かにお祈りしてるみたいだけど。心臓の手にあるものってなんだ？
た？なんか気味が悪くなってきたぞ。そこの大砲塔家も全然動かないし、まさかもう。おい大丈夫か？死んでいる。やばいぞ。ここを離れよう。早くこの状況をカンオと嵐姉さんに伝えないと。アビスの費用を何人たりとも除いてはならぬ。ここに足を踏み入れたからには相応の代価を支払ってもらうぞ。裁きは使徒が下す。ダインスレイブのことか。なるほど。ただのネズミかと思ったが、まさかあのしつこいのと関係していたとはな。奴はお前たちを死なせたくてここに送ったのか？奴の抵抗など、すでに意味をなさない。奴の起こすさざ波に変革を生む力などないからな。アビスを阻止するなど、不可能。なんて力だ！こんなの見たことない！油断するなよ。黒き翼よ、昼夜を切り裂きなさい。またか。終焉の神明。我が命を聞きたまえ。おとなしく捕まれ。この力、どこかで。そうか、お前はあのお方の。だとすればここに長居するべきではないか。危なかったな。大丈夫か？
あいつすごく強かったぞ。アビス教団にもあんな強いやつがいたんだな。お、どうかしたのか？ああ、もう遺跡の出口はすぐそこだ。早くここから出よう。こんな不気味なところにずっといたらまた危険な目に遭いそうだ。再会は俺が想像していたよりも早い。あ、ラインだ。その顔、何やら不気味なものにでも遭遇したようだが。まさか遺跡の中でアビスの人に会ったか。なんでわかったんだ？俺はアビスの人を追跡していたんだ。もちろんここで貴様たちに会うのは想定外だったが。逆さの心臓、手中のアビスエネルギー。いや、そんなものは俺も見たことがない。だが、あらかた予想はつく。まずは貴様たちが見たことを話せ。アビスエネルギーがあった遺跡の底から逃げた後のことだ。遺跡の出口で突然現れたアビスの人に道を阻まれて、オイラたちはそいつと戦ったんだ。もしかしたらまだ近くにいるかもしれない。なるほど、これは千載一遇のチャンスだ。俺についてこい。謎が一気に解けるかもしれないぞ。
どこにあるんだ。風に乗って飛ぶぞ。牽引戦。雨のような、やっや、答えなさい。魔術師、オイラたちを待ち伏せてたのか。いや、奴らはただ遺跡守衛の残骸から何かを探そうとしていただけだ。そうなのか。そういえば旅人もよくそうやって探してるよな。混沌の装置とか、混沌の回路とか。少なくとも、そのような平凡なものではない。俺がこの近くを調査していたのは、アビスの魔術師がこの遺跡を頻繁に出入りしていたからだ。
奴らは遺跡守衛の残骸からある特別な貴重品を探しているらしい。それを遺跡へと持ち帰ろうとしているようだ。しかし、あの様子を見るにまだ見つかっていないようだな。じゃあ、どうしてさっき捕まえて詳しく聞き出さなかったんだ？もちろんあんな奴らに慈悲を施すつもりはない。ただ、このことはアビス教団にとって何か重要な意味があるような気がしてな。その真相は拷問程度で吐くようなものではない。言い換えれば、アビスの魔術師は拷問などをはるかに超えた恐怖に直面しているのだろう。なんか鳥肌が立ってきたぞ。ここで時間を無駄にはできない。先に進もう。救急如立寮よくも妖豆立ち去れ。消えるんだ。断罪の名においてこの世界もこの工場の居場所がないのかしら。百発百中、本当にしぶといんだから。行きたまえ。はっ、雨のような。
ぎ伯爵出撃反則だよ。おとなしく捕まれ。さあ、さあ、ここ一帯はアビス教団だけじゃなくて遺跡守衛の動きも活発みたいだな。アビスの魔術師が潜伏してる場所に遺跡守衛もいるのはただの偶然か？この世に偶然などない。全てははるか古にまかれた種によるものだ。あの酒場で貴様が現れたのと同様に、時間はその種を芽生えさせる要素でしかない。気にする必要はない。アビス教団と遺跡守衛の関係ももちろん偶然によるものではない。同じ樹木より生えた枝と言ってもいいだろう。樹木？枝？それって、奴らは皆500年前に滅びた古国カーンルイヤで誕生したんだ。記憶？でもあの国は500年前に滅びてるんだぞ。ふん。人は誰しも秘密を抱えている。貴様が俺に深く聞かなかったように、俺も貴様のことを深く聞くつもりはない。しかし、貴様に話す意思があるのならば聞こう。貴様が見たカーンルイヤとは、どんな光景だった？あの時の話にそんな経緯があったのか。オイラはてっきり
話の始まりは見知らぬ神との遭遇からかと思ってたぞ。ふん、この世界に来た時、隕石の中から兄に呼び覚まされたのか。どうやらお兄さんの方が先に目覚めてたみたいだな。どれくらい先だったかはわからないけど。そして貴様の兄はカーンルイヤの滅亡が天変地異を引き起こすといい、一緒にテイワットを去ろうとそう言ったのだな。滅亡？本当にそんなことを？貴様たちが経験したそれは500年前の出来事だ。どうやらこの世界で初めて目覚めたのもそれと同じ時期のようだな。つまりお前のお兄さんは先に目覚めてたから、この世界のこともお前より知ってたってことか。そしてその後、見知らぬ神によって貴様たちの行く道が阻まれたと。その話ならオイラも聞いたぞ。そうか。貴様が目覚めた時、カーンルイヤという地名については何も知らず、ただ急いでこの世界を去ろうとした。しかし今テイワットを少しずつ知っていくうちに、あれがカーンルイヤが滅亡した戦いだと考えるようになった。そうだな。そういえば旅をしている間、古い書物をたくさん調べてたよな。リーユへの各地で集めた書物に対してあまり役に立たないとか言ってたし、何か探してるようだったけど。それってお兄さんを探すためにカーンルイヤについて調べてたんだな。なるほどな。七神を探したいなら七国を巡ればいいけど、カーンルイヤは500年前に滅亡したから今はもう亡くなってるもんな。
カーンルイヤについては俺の方が詳しいだろう。カーンルイヤは神を持たない国。神は死んでも去ってもない。ただ最初からカーンルイヤの歴史には存在しなかった。あれは人類によって建てられた強大な国であり、人々はその輝かしい繁栄と文明に誇りを持っていた。神が存在しない国。そして貴様の記憶にもあるように、全てが神によって滅ぼされた。それって500年前、神々が降臨しカーンルイヤを滅ぼした。人類の誇りも雑草のように神々の庭から駆除された。そんな、歴史の本にも載ってないぞ。このまま過去のことを話しても気がそがれるだけだろう。まずは先に進もう。貴様が知りたがっていることは進みながら教えてやる。守衛とアビスの魔術師がいるぞ。さっき遺跡守衛は全部カーンルイヤから来たって。
って言ってたよな。それってカーンルイヤには守らなきゃいけない遺跡がたくさんあったってことか？いや、遺跡守衛という名は現代人がその印象から勝手につけたものだ。500年前の人々はそう呼んでいない。現在は遺跡守衛などと呼ばれているが、当時のカーンルイヤでのコードネームは幸運鬼だ。幸運鬼？変な名前だな。貴様たちが考えているものではない。幸運鬼とはあくまでもコードネーム。当時のカーンルイヤ人は兵器にコードネームを使用していた。土地は農具で耕すものではない。鉄と血で争奪するものだ。この理念をもとに幸運鬼が誕生した。鉄と血で土地を争奪？カーンルイヤ人が言う土地って、なんだか不穏な雰囲気がするな。うん。カーンルイヤが滅亡した今、主を失った幸運鬼は制御不能になった。長い時をさまよい、このテイワット大陸に点在している。他の滅びた文明と共鳴するかのように古代遺跡の中をただただ彷徨っている。なんかかわいそうだ。お前はよくやってるとオイラは思うぞ。これ以上深く話しても貴様たちには何の意味もない。何はともあれ今の奴らは脅威だ。全て片付けた方がいいだろう。救急如律令、暴飲厳禁。
雨のような矢を風と共に去る。せっ、聞きたまえ。アビスの魔術師の体から出てきたこの呪符、もしかして何かのメッセージか？ふん、この気配、アビスの使徒と関係しているようだな。アビスの魔術師から出てきたということは、おそらく奴らの行動に関わる内容が記載されているのだろう。でも、この文字全然読めないぞ。カンルイヤの文字なのか？敵の信仰を巻きとし、崇高なる王子様に栄光の火を灯さん。それがメッセージの内容か？運命の食器、原初の計画。どうやらアビスどもはある計画を実行しているようだ。そしてその鍵となるのが運命の食器。まだ初期段階のようだが、いろいろと試行錯誤をしているようだ。運命の食器？運命を織る機械ってことか？確かに、あの不気味な遺跡、見るからにその計画と関係がありそうだな。
ダイン、メッセージには他に何が書いてあるんだ？今読んでいる。複雑で理解できない部分もあるが、狂気に満ちた計画であることは確かだ。どういうことだ？一言で言えば、計画の初期段階は渦の魔人オセルと関係している。渦の魔人、あの海の中にいる魔人だよな。でもオセルに何をしようとしてるんだろう。その事件については俺も知っている。アビス教団が流祭でやったことも。結果を見れば、貴様たちはすでにアビス教団の計画を一度阻止したことになる。この前は神の眷属で、今回は古の魔人か。標的がどんどん大きくなってるぞ。アビスは今回もトワリンの時みたいに騙したり魔術を使ったりしてオセルを腐食させようとしてるのか？いや、このメッセージによれば今回の計画はさらに進んだものだ。精神の改造に限らず、幸運機を製造する技術によりオセルの肉体を改造しようとしている。そんなことできるのか？まさかアビス教団のやつら、究極殺人兵器機械魔人イカを作ろうとしてるのか？今となってはカーン・ルイヤの文明を知る者は少ない。それがどの程度のものか判断するのも難しいだろう。だがアビス教団がカーン・ルイヤの失われた文明を追い求め、その意志と執念だけで動いていることは確かだ。どうやら汚れた逆さ心臓をもとにオセルの体を機械魔人に改造するとこのメッセージには書いてある。そして最古の幸運機の目は心臓の手のひらにあるエネルギーの新たなコアとなるようだ。最古の幸運機の目？あ、おいらわかったぞ！アビスの魔術師がずっと探してたのはそれだな！そうだ。話がどんどん複雑になってきたな。でもやっぱりあの不気味な七天神像と関係があったってことだな。ああ、メッセージによればその目を汚れた逆さ心臓の手のひらに置けば、
天空の島にあるカムクラを揺るがす力を新たに誕生した魔人に与えることができる。この計画、スケールが大きすぎてわけがわからないぞ。でも、最古の幸運機がどこにあるのか、誰もわからないんだよな。だったら、まずは心臓から調査してみるのはどうだ？原油野郎はいつも場所を転々としてるから、セピロス教会に聞いた方が早いだろうな。何かわかるかもしれない。大聖堂か。ダイン、どうかしたのか？気にするな、先を急ごう。巨大な心臓、壮大な大聖堂。モンド人がこれらを作るのにどれだけの資源とエネルギーを費やしたことか。しかし、そんな贈り物を受け取った風神は一体どれほどの見返りを渡したというのだ。信仰は見返りを求めないものだろう？ふん、神がそれでいいと思っているのなら何も言うまい。しー、もうすぐ大聖堂に着くんだから、風神の悪口はやめといた方がいいぞ。それに、風神も実は、なんでもない。俺は元から大聖堂に入るつもりはない。シスターと話す役目は貴様たちに任せる。え？貴様はモンド城の栄誉騎士だ。深く信頼されている。この役は貴様が適任だろう。それに俺が行けば警戒されるのが目に見えているしな。
ああ、それに小さいのが言うように、俺はいつだって教会に対し不都合なことを言いかねない。信仰を拒む者が信仰の地に入れば、待っているのは災いのみ。俺は一度も神に恩恵を受けたことがない。そして今と未来においてもその必要はない。さあ、話せることは全て話した。俺たちがここで立ち話をしている間にもアビス教団は動いている。そっか、じゃあ二人で聞いてみよう。それと、汚れた逆さ心臓については教会の人間に言わない方がいい。心臓のこととなればセピロス教会も黙ってはいられないだろう。しかし奴らが手を出しても邪魔になるだけだ。それに、誰であろうとアビスと関わったら最後、いい結末を迎えることはない。元気にしてた？今日はどうしてここに？あ、先に言っておくけど、天空のライアーは貸せないからね。どうやら剣術はバレてないみたいだな。オイラたちは情報収集に来たんだ。最古の幸運木って聞いたことあるか？幸運木？さあ、何に使うもの？もう、やっぱり知らないか。じゃあ質問を変えよう。教会は過去に七天神像をなくしたことはあるか？え？あなたたち、歴史について聞きに来たの？すごく意外。とっても昔のことだから、そのことについて話す人は、もうほとんどいないんだけど。遠い昔、確かにとある七天神像が、一夜にして消失したことがあるの。それも何の痕跡も残さずにね。当時、教会にいる人たち全員で捜索したらしいんだけど、結局見つからなかったんだって。後にこの怪奇事件は、失われた七天神像って呼ばれるようになったの。やっぱり。やっぱり？なんでもない。他に何かあるか？その、変わった出来事とか。バーバラには悪いけど、まだ心臓のことは話せない。バーバラの安全のために。変わった出来事？教会に記録されてるものだと、ボー君の遺恨とかかな。でも、時期的にはその七天神像とはあまり関係ないかも。
君の遺恨？その変わった出来事は、今では風流廃墟と呼ばれるようになった旧モンドで起こったの。あの時はすごく危険だったんだって。誰かがそこに近づくと、天から火の玉が降り落ちてきたらしいよ。天から火の玉？それは怖いな。当時の人々はそれを竜巻の魔人の呪いだと思っていて、暴君の遺恨と呼ぶようになったの。その奇妙な現象が1年続いたんだけど、解決できなくて、結局時間が経ったら自然と消失したんだって。うん、後になって教会も暴君の遺恨と竜巻の魔人の関係を否定してるの。だって竜巻の魔人は火の玉を吹けないもの。あの災いはおそらく他に原因があったんだと思う。けど、このことは多分失われた心臓と関係ないかな。他の変わった出来事については私も知らないよ。わかった。ありがとう。ありがとう。何やらまた面倒ごとの気配がする言葉が聞こえたわね。あ、ロサリアさん、こんにちは。騎士団を探してるなら無駄足よ。あの魔物たちがまた現れたの。あの魔物たち？風魔流の混乱に乗じてモンド城に攻め入ろうとしてきた魔物のことよ。それってアビス教団のことじゃないか？あいつらが現れたのか？ええ、すでに放浪寮に集まってるわ。狼たちもピリピリしてる。もしかしたらアビス教団はボレアスの残魂を狙ってるのかもしれないわね。目的に関しては私もわからないけど、ジン団長がすでに向かっていて、私も裏で動く予定よ。じゃあ私も行く。君は教会に残りなさい。ジン団長からのお達しよ。聖職者としての本職を忘れないように。でもあなただって聖職者でしょ？おう！オイラたちもジン団長の手助けに行くぞ！わかった。栄誉騎士がそこまで言うなら。でも、お願いだから気をつけてね。風神の加護があなたたちの安全を守らんことを。
ど、アビス教団に新たな動きがあったと。汚れた逆さ心臓と関係があるのかもしれない。俺たちもそこに向かおう。でもアビス教団は放浪寮で何がしたいんだ？まさかトワリンの時みたいなことを？もう災いは起きてほしくないぞ。いや、それはない。鎮圧されたオセルとは違って、魔人アンドリアスはとっくに死んでいる。今放浪寮を守っているのはただの残魂だ。アビスの使徒がその残魂を標的にしたのは、風神の眷属から情報を聞き出そうとしているだけかもしれない。油断するな。行くぞ。はっ！姿を見せよ、オズ。答えなさい。やっ、百発百中。ふぅ、結構多かったな。近づけば近づくほど敵の数が増えるか。実に教団らしい。俺はここにいよう。え、どうしてだ？モフモフした生き物が怖いのか？狼とは関係ない。かつての魔人が七神に仕えてるのが気に食わないだけだ。そのような行為を認めるつもりはない。無論話す気もない。それにこういうのは貴様の得意分野だろう。俺にはできない。人と交流するのは問題ないが、神は違う。俺の個人的な意見だと思って聞くがいい。いいか、神に対していつどんな時でも警戒を怠るな。奴らを信じきるな。そして簒奪や強行の道にも落ちるな。たとえ貴様が退治したあの憎き敵であっても。
神を信じるなとか、強行の道に落ちるなとか、矛盾した考え方だよな。結局ダインは七神を憎んでるのか、それとも守ってるのか。ふん、過去の教訓だ。最後に事実を一つ教えてやろう。え、なんだ。カーンルイヤは神によって滅ぼされた国、そしてそれがアビス教団が七神の国を滅ぼしたいと思っている理由だ。話はここまでだ。今は優先すべきことがある。俺は残りのアビス教団を片付ける。貴様も手っ取り早く終わらせろ。ことが終わったら放浪寮の入り口で合流だ。おお、行っちゃったぞ。本当におかしな人だな。おう、お前も見知らぬ神のことを警戒してるもんな。リーユへのゲーセン儀式の時もダインと似たような選択を取ってたし。まあお前も大変だな。栄誉騎士パイモン、どうしてここに？あ、ジン団長、無事でよかったぞ。ロサリアからここで戦ってるって聞いたから火星に来たんだ。そうか、感謝する。今回の暴動は通常のものとは違う。アビス教団が放浪寮を囲い始めている。私も兵を向かわせているところだ。そして放浪寮を偵察していたところ、君たちに出会ったんだ。ロサリアが言うには、奴らの標的はボレアスのようだ。しかしアビス教団とボレアスに一体どんな関係が？単純に面倒を起こしたいだけなんじゃないか？ほら、アビス教団はトワリンにもちょっかいを出しただろ？風神の眷属にもう一回手を出してもおかしくないと思うぞ。確かに一理ある。とにかくこの辺り一帯の脅威は全て私が引き受けよう。栄誉騎士、君は王老のもとへ向かって状況を確認してきてくれないか。魔人の残魂、滅多にお目にかかれないが、君はそれに会ったことがあると聞いた。君が適任だと私は思う。気をつけてくれ。後のことは任せた。セピロスの栄誉騎士。
ここはお前を歓迎しない。残魂の狼にも後継ぎを守る習性があったとはな。防衛のためか。しかしその実力、魔人の足元にも及ばぬ。我々に服従すれば神に匹敵する力を得られるだろう。過去のようにな。それごと何の景色だ。苦しそうだぞ。トワリンの時と同じ腐食か。狼は屈しない。でもこれ以上は。何度やろうと無駄なあがきだ。アビスに使えよ。せっ牽引全票。妖豆立ち去れ。消えるんだ。アビスの潮なり。我が命を聞きたまえ。終焉の審判。よくも狂乱の名は封印厳禁。断罪の名において。属性を断ち切れ。万物を滅ぼせ。ピュン。牽引全票。もう逃げ道はないよ。属性を断ち切れ。我が命を聞きたまえ。妖豆立ち去れ。見せよ、オーズ。取れるわけには。夜の幻言。狂乱の波は満ちた。剣を入れよ。世界は必ず燃え盛る。さあ風と共に去る。儀式が中断されたか。運が良かったな。残魂にもこれほどまでに固い意志があったとは。しかしこの程度のこと何の影響もない。ありがとう。いいところに来た。
こんな無様な姿を人間のルピカに見せるとは。しかしアビスの使徒、我も甘く見られたものだ。オーロ、試練拒まない。でも不気味な外来者、起きて守らない。俺も罠に気づかなかった。それってアビス教団は試練を利用して王老を呼び覚まし腐食しようとしたってことか。ありがとう。俺の爪もっと強くなる。お前たち危険な匂いたどってここに。いや、オイラたちは話を聞いてここに来たんだ。鼻はそんなに良くないからな。助けに来たついでに質問させてくれ。そのこちらの魔人殿は最古の幸運鬼を知ってるか？我は人間の造物なぞに興味はない。故に幸運鬼なるものは知らないが、印象に残っている機械なら一つある。あれは我の試練に誤って立ち入り、我もあれを試練を受ける勇士として扱った。知能はなく、ただ戦闘と殺戮のためだけに作られたものだ。我の攻撃で損傷し、倒れる前にこの試練場を離れたがな。その感じだと最古の幸運鬼の可能性もなくはないぞ。ミサイル？いや、さっき言ったように人間の造物には興味がない。そのような言葉我にはわからない。回転と跳躍、そして火の玉を放つ力は魔人には及ばないが、神の目を持つ者より上だ。火の玉？なんか最近どこかで聞いたような。これって最古の幸運鬼はモンドに来たことがあるってことだよな。しかも最古の実力は他の量産型の遺跡守衛よりもだいぶ強いものみたいだ。でもこの話によると狼の試練で損傷してるみたいだな。役に立った。大助かりだ。ありがとう。オイラたちは重要なことを調べに行くぞ。アビスの使徒が離れたとはいえ、教団の攻撃はまだ止んでないから、お前たちも気をつけろよ。うん、もっと危険な匂いある。お前たちも気をつけろ。
情報が手に入ったな。早くダインに知らせよう。神団長に会ったか？見かけたが会わないように避けた。彼女は志賀騎士であり代理団長でもある。俺を警戒している。気をつけなければ彼女の調査対象になってしまうだろう。ところで、魔物は片付けたが情報はなかった。そっちは何か収穫があったか？なるほど。これで最古の幸運期の全貌も少しはつかめるだろう。それだけではない。もっと全体的に考えた上で出した結論だ。例えば、貴様たちが教会で聞いた歴史について。そうだ。そのシスターから聞いた暴君の遺恨に関する事件だ。の遺構は放浪寮から逃げた機械が発射したミサイルなんだ。狼の試練で損傷した後、さまよい続けて旧モンドの廃墟までたどり着いた。人が近づくとミサイルを発射してたけど、ある日ついに壊れて、その天から降る火の玉もなくなったんじゃないか？当時のモンドの人は、あまり遺跡守衛を見たことなかったから、暴君の遺恨って呼ぶようになったんだと思うぞ。どうやら次は風流廃墟と呼ばれるあの場所に行って詳しく調査する必要があるようだ。ん？それはどういう意味だ？それって、ああ、わかったぞ。あの高等に居座る守衛は確かに印象深かったな。
くで見てみようぜ。方法の問題だ。幸運期に元素資格を使っても意味はない。動作のエネルギーが元素ではないからだ。俺が試してみよう。完了だ。アビスの使徒がずっと探していた最古の幸運期の目だ。今まだ残っている遺跡周囲は全てこのプロトタイプのレプリカ。その戦闘力は計り知れない。難しい単語だな。カンルイヤの用語か。アビス教団の思惑通り、目を汚れた逆さ心臓の手に置けば、渦の魔人オセルの死体をつなぎ、機械魔人を創造することで、天空の島にあるカムクラを揺るがす力を新たに誕生した魔人に与えることができる。はあ。じゃあこの目はどうするんだ？いや、俺が保管する。ダイン、それを使って悪いことを企んでたりしないよな。疑いたければ好きにしろ。俺はその力が利用されないために確保する必要がある。他の場所に隠しても見つかる。教会も信用できない。おう。それだけではない。不安要素を残さないよう、あの汚れた逆さ心臓を処理しておく必要がある。教会に介入させるつもりはない。俺たちだけで終わらせる。処理とはつまり破壊することだ。破壊？あの七天神像を？価値のある文化物だぞ。本物の神が、バーバラが知ったら今度こそ失神するぞ。ふん、七神のものを俺が守る義務があるのか。あの遺跡へ戻って逆さの心臓を破壊する。それに運が良ければアビスの使徒とも会える。
俺がいれば今度こそ奴は逃げられない。まさか、またここに戻ってくるなんて。やっとのことで逃げ出したのに、また自分から入るのか。オイラたちみたいに勇敢な冒険者は、テイワット大陸でも希少だと思うぞ。あの不気味な心臓を見つけるには、前に逃げてきた道をたどっていけばいいはずだよな。よし、じゃあ出発しよう。警戒を。
どうやら着いたようだな。海、水体、実に不快な部屋だ。貴様の言う不気味の意味が理解できた。やっぱり怖い。気をつけろ。汚れた逆さ心臓に蹴押されるな。アビスの使徒もここにいる。やはり勘が鋭い。相変わらずしつこいな。教団の敵、ダインスレイブよ。その体から漂う恐ろしい血生臭さ。漆黒の悪夢からのものか、それとも…なるほど。実に危険だ。この腐敗の匂い、よく知っている。どうやらお前も我々と同じ危険なものであるようだ。しかし、教団以外の危険は檻に閉ざされているはず。ち、その下、腐敗しきっているようだな。切り落とす。アビスに使えよ。我が命を。おとなしく捕まれ。聞きたまえ。暴飲厳禁。アビスの潮なり。救急如立了。アビスはもう止められない。せっ。消えるんだ。我が命を聞きたまえ。妖豆、立ち去れ。において我が命を聞きたまえ。今日の波は満ちた。世界は必ず燃え盛る。
王子様。その人もしかして。ホタル、さっきアビスの使徒のために攻撃を防いだぞ。お前のお兄さんアビスとは。ホタル、どうしてダインと一緒に。ソラ、また会ったな。どういうことなんだ。ダインがお兄さんの名前を知ってるぞ。ホタル、その人と一緒にいちゃダメだ。その人は俺の敵。ソラ、これは言わなきゃいけないことなんだ、ホタル。ダインと一緒に俺を、アビスを阻止するな。その人、ダインスレイブは最後の冠類や宮廷親衛隊、末光の剣。500年前、彼は冠類やの滅亡を阻止できなかった。その時に不死の呪いをかけられ、荒野をさまよった。彼が守ろうとした民が、アビスの怪物になるのを見ながら。ダインが、冠類野人だって？500年前に滅びた、あの、冠類野人？それに、民が怪物になるって。今のアビス教団は、冠類野と関係があるどころか、冠類野の移民だったのか？ダインはお前の敵って、何が何だかわからないぞ。いいえ。ああ、もちろん。ホタルがいる場所が家だ。でも俺は、まだホタルと次の世界に行けない。少なくとも今は、できない。アビスがカムクラを下す前に、まだ天理との戦いが残ってる。聞いてくれ、ホタル。俺はすでに一度旅をした。
だから、ホタルも俺と同じように終点にたどり着けば、この世界の淀みを見届けることができる。俺たちはいずれ再会する。急ぐことはないんだ、ホタル。待つだけの時間が十分にある。俺たちには十分時間がある。でも、あいつらが話してたこと難しかったよな。全部理解できたか？そっか。じゃあ、もう一回整理しようぜ。まずは、あのアビスの使徒。お前のお兄さんを王子様って呼んでた。お前のお兄さんはアビス教団を率いてて、アビスの使徒よりも地位が高いってことだな。一番高いかどうかはわからないけど。それと、お前のお兄さんが、カムクラを下し、天理と戦うのが目的だって言ってたけど、どういう意味なんだろう。七神と七国を滅ぼすってことなのか？あと、アビス教団の怪物は、カーンルイヤの民が、歪んでできた化け物だった。これは恐ろしいことだぞ。ダインはカーンルイヤ人で、500年前に全てを経験した。でも怪物にはなってなくて、500年経った今では、アビス教団と対峙している。それって、お前のお兄さんが言ってた、ダインは俺の敵って意味だよな。でも、アビス教団の怪物が当時のダインが守ろうとした民なら、どうしてダインはアビス教団と敵対してるんだ？それに、一緒に探してたお兄さんも、どうしてアビス教団に協力してるんだろう。おう、そうだな。ひとまず、元気出していこうぜ。オイラたちの旅は終わってない。出発しよう。こんな嫌な場所から出て、日差しの差す明るい地上へ。
お前のお兄さんが終点にたどり着けって言うならたどり着いてやろうぜ。旅人、一緒に行こう。Thank you.